T1 チャンネルです。本日はこちらの開かずの金庫と言われる金庫ですね。開けれなくなったみたいです。知り合いから開けてほしいと言われました。鍵はあるんだが番号がわからなくなって開かなくなったよということで、家庭用なんでこうダイヤルがついてますけど、まあ10万通り100万通りの数を当てていくわけですけども、非常に簡単に開きます。まあその方法を今日は皆さんにお伝えしようかなと思います。それではこの番号なんてもうね、あってもなくてもね、すぐ開くんで、この金庫初めて触りますけど、ちょっと目隠しして、見えない状態で手探りだけで金庫を開けていこうと思います。それでは、この布をですね、布を被せて、もうダイヤルが見えないようにして、やってみましょうか。はい、これでもう私は、何も分かりません。はい、この状態で鍵を開けていきます。それでは何分で開けれるでしょうか。やっていきます。よーいスタート。こうね、リアルタイムで見せるとね、いかにこの金庫が簡単かっていうのが。もう結構いってるんじゃない？これ。なるほど。今、1、2、3、4だから、1、2。はははは。結構近いぞ。お！早い！これは、開きました。素晴らしい。40秒ぐらいですね。すごいな、これ。私泥棒に向いてるかもしれません。まあ泥棒しませんけど、もう非常に手先が器用で有名な私がですね、簡単に開けれるんですけど、皆さんもね、簡単に開けれると思います。こんな金庫なんて、まあ鍵はねピッキングすればすぐ開きますし、ダイヤルなんてついてようがついてまいがもう1分ぐらいで開けれるよっていう。何個入ってるんですか？あ、そうだね、依頼者の金庫の中身見てみよう。現金が入ってたら少し猫ばばしてお返ししましょう。それでは何が入ってるかな。いきます。じゃーん。入ってる。なんじゃこりゃ。まずは乾燥剤、シリカゲルが入ってますね。まさかこれは現金じゃない。歴史を感じますね。フロッピーディスク。フロッピーディスクが入ってました。今は使うことがないですよね。うちにももう読み込める機会はないですけども、これはいろいろな大切な情報が入ってると思います。金庫に入ってるぐらいですからね。これはまあ必要ないので本人に返したいと思います。ああ、入ってない。お金入ってません。残念。それではね、金庫のここ、扉開けたここを開けると中身が見えますので、これを見ながらですね、簡単に開ける方法を紹介していきたいと思います。はい、それではダイヤル式金庫の中身はこういう風な歯車と缶抜きが入ってます。まあすごい桁数ですけども、一瞬で開いてしまうということです。鍵屋さんより私は早く開けてるんじゃないでしょうかね。まあちょっと簡単でした、今回は。当たりが非常に明確に出たので。はい、それではこちらが鍵の中ですけども、円盤が、この鍵が開いた円盤がですね、4枚入ってます。この4枚は、まあ数字が、0から99まで振られてますので、100分の1ということで、100万分の1の確率で金庫の鍵を開けることができるんですけど、先ほどみたいに非常に簡単に開きます。一番後ろの円盤、これはもう固定されてます。もう絶対ダイヤルと一緒に動いてます。それ以外の円盤は、右に回すと、
右に4回以上回すと全ての円盤が回り始めます。左に回すとこれも1個ずつついてきて4周回すと全てが回り始めます。このようにして1つだけ動かす、2つ動かす、3つ動かすというふうにカチ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 少しこの音が鳴りますので、円盤がどれだけついてきてるかこれでわかります。それではまず一番左回しにして、この左回しの状態で始めます。はい、それでは開け方なんですけども、まず分かりやすいようにゼロに合わせておきます。少し力を入れて鍵をひねります。で、右に回すと一番後ろの円盤から順番に回り始めて、今2周、2つ円盤回ってますね。3つ回りました。4つ目が回り始めて当たりが出てます。この状態で、あ、合いましたね。一番4番目のやつが合いました。で、こう回していくと、今1番目の向こうしか回ってませんから、当たりが少しあるけどほとんどない。2つ目の円盤が回り始めました。あ、3つ目、あ、3枚目。ということは、1番手前と2番目。1番2番ともう鍵穴が合ってる状態です。それでこっちを今度反対回し戻していきます。あ、今2周以上回りましたので、これで1番奥と、まあ、1番奥から1番としたら、1番3番4番が鍵穴が合ってる状態だと思われます。で、2番目だけちょっとこの状態では探ることができませんから、こっからはですね、はい、この状態で奥から1番3番4番とダイヤルが合ってる状況なので、奥から2番目の円盤をですね合わせていきます。これは今がこれだけ遊びがありますね。76から80、だいたい4ぐらい遊びがあります。この遊びを覚えておいていただいて、右でも右回りでも左回りでもいいんですけど、これは運なので、ここまで行くとまたやり直さんといけませんけど、少し3ぐらい右に回して戻す、またプラス3ぐらい回して戻す、プラス3ぐらい回して戻す、プラス3ぐらい回して戻す、プラス3ぐらい回して戻す。あ、いた。これです。このようにして鍵を開けることが可能です。もし今右に少しずつ回して戻す、回して戻すをしましたけど、これでうまいこといかんかったら、今度反対回りで、3回して戻す、回して戻すと。右か左かは、これは運なのでね。ちょっと、まあ、何回かやりながら開けてもらったらいいかなと思います。すごい簡単でしょ？このね、家庭用金庫っていうのは、もう本当に、なんでこんな簡単なんかなっていうぐらい簡単に金庫の鍵は開きます。私の説明した動画では、全然鍵が開かないよという方は、こちらの方法を試してください。はい、それでは鍵が開いてる金庫を扉を閉めます。閉めました。はい、これでもうぐるぐる回しにして鍵の番号を、はい、これで鍵の番号がわからなくなりました。それではこういった開け方もあります。まず鍵があってさせるのは当然のこととして考えていきます。はい、それでは使うのは電動マッサージ機。まあガタガタ震えたら何でも大丈夫です。強烈に揺らすと中の円盤がバリ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 震えて勝手に番号が揃っちゃうよというやり方です。それではやっていきます。ちょっと鍵は強めに、押さえつつやっていきます。いきます。
開いた。はい、このようにして開けることができます。まあこんな感じでうまいことね、中の円盤を揺らして開けることもできます。まあこういった道具を使って中の円盤を強制的に回してやるっていうのも手かもしれません。はい、これでどなたも簡単に鍵を開けることができるんじゃないでしょうか。事務用金庫は開けることはできません。もうちょっと高度な技術が必要です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。悪いことには使わないでください。さようなら。